いい声、いい声、声。あっち。はあ。怖。つかない。ついた。怖っ。熱。
け入れなきゃいけないけど妥協してまで彼氏が欲しいって思わないしとか永遠悩んじゃう。わかります。めちゃくちゃ難しいですよね本当に。まあでもなんか自分に嘘をついてまで人とこう付き合っていく必要はないと思うのでっていう風に最近は考えるようにしてます。だから結構自分の気持ちに素直になって自分が今やりたいこととか、まあ、時にはそれ嫌なこともやらなきゃいけないと思いますけど自分がこうちゃんと気持ちがよく心地よくいられることもやっぱり大事だなって思いますよね。本当毎回コスメのやつを引き出すのが上手だなと感心しまくってます。シナタの紹介するコスメ全部欲しくなる。嬉しい嬉しすぎる。あ、マーシャルのスピーカー気になってたので今度紹介してほしいです。じゃあ紹介しますか今ちなみに今もねこれ持ってきてるんですけどこれ防水なので黒でも大丈夫なんですよ一応。まあ水かけるとかはあんましないですけど普通にお風呂入るときとかは結構持ってきてて、で今まで私ねちっちゃいなんかスピーカーを使ってたんですよソニーので。それもすごいコンパクトだったし防水だったのでめちゃくちゃ良かったんですけどやっぱりねこのマーシャルっていうものかな、まあ、このマーシャルのスピーカーはすごく本格的なというかちゃんとしたスピーカーっていうかなのでこうボリュームとベースの音とここが何だったかなトレブルちょっと私そんなに全然詳しいわけじゃないのであんま分かんないですけど私はこのベースこの何て言うんですか重低音っていうかが調節できるのにすごい惹かれてます。なんかいつもの音楽が本当にこうライブ会場で聴くような感じの音になるのですごいその音が好きで私は結構洋楽を聴くことが多いのでなんか洋楽って私のイメージ的になんか J-POP よりもすごい重低音とかしっかりしてるイメージがあってそうだからこれは結構買ってよかったなって思ってるアイテムですね。ただ一個私がこれ欲しかったなっていう機能があるんですけど前使ったソニーのスピーカーはそのもうスピーカーで次の曲に行けたりしたんですよね。停止とかスキップ戻すとかできたんですけど、まあ、これはねどういうスピーカーじゃないっていうのは分かってるんですけど本当に音量調節とかしかできないのでそれもあったらすごい完璧だなっていうのは思ったんですけどでもすごいいいですこのスピーカー買ってよかったなってめっちゃ思ってます。音楽聴くのが余計に楽しくなりました。ピアスとかあんまり映らないけど細かいところまで再現されててすごい。ボディライン前よりさらに綺麗になりましたね。なんかトレーニングとかやりましたか？そうなんですそうなんです。ジムに通ってて、まあ、何回か動画でも話したんですけどジムに通ってなんかね別に体重はそこまで落ちてないんですよ。ぶっちゃけ体重は全然落ちてないんですけどやっぱ多分筋肉がついてきたのかな。すごい引き締まってきたっていうのはとってもみんなに言ってもらえるので嬉しいです。みんながこう気づいてくれると嬉しいですね。やっぱめっちゃ汗かいてきた私本当あれなんですよ代謝が良くてまだ20分ぐらいなんですけど入ってめっちゃ分かります。めっちゃ汗かいてきた。熱っもうほんと夏がね怖いんですよ。だから私はシナタンは骨ストですか？骨格ですよね。私ね前に動画で自分でやった時はナチュラルだったかなだったんですけども正直わからないです正直あんまり気にしてなくて、まあ、知るのもすごいいいことだと思うんですけどなんか私は何だろうな調べたら調べたんですけどなんかそれにとらわれたくないっていう気持ちの方が強くてこの骨格だからこれは似合わないとかこの骨格だからこの格好をしなきゃいけないというか、まあ、そういうことはないんですけど全然なんかそうなっちゃうのもあれだなと思ってそうだから調べてないんですよねちゃんと。好きな洋服着たいし
し、まあ、なんか着ていくうちいろんなコーディネートとかを挑戦していくうちに自分にこう合う洋服とかも見つけられるんじゃないかなって思ってるので、骨格は、まあ、機会があったら調べてみたいなっていうふうには思うんですけど、あとパーソナルカラーとか思うんですけど、なんか大体でいいかなって私は思っちゃってるのでそう、結構最近ね骨格についても質問いただくんですけど、あまり気にしてないので自分でも分かんないんですよね。やばい、本当に汗が止まらなくなっちゃいました。滝汗です、滝汗。分かるか。シャダン通販の購入品見るといつものなく自分の体にフィットするサイズを選んでてすごいなって思います。サイズ選びのコツありますか？サイズ選びのコツっていうよりは、まあなんかその通販のブランドのお洋服のサイズ感とかを理解するっていうのも大事だと思うんですけど、なんかそれはやっぱりこう何回か利用してみてじゃないと分かんないと思うので、サイズ表をしっかり見るようにはしてますかね。一概に S サイズって言ってもウエストのセンチが全然違ったりとかもするし、太ももの渡り幅とかも全然違ったりとかするので、そのサイズ表を見て、あと自分のそのボディサイズみたいなのをちゃんと把握しておくっていうのも大事なのかなって思います。あとはなんかこれ良かったなっていう、このサイズすごい私にぴったりで良かったなっていうものがあったら、それのサイズ感とかを、まあ、サイズ表とか見て覚えておいて、あ、この商品も前に買ったアルバムのやつとサイズ似てるなとか、同じぐらいだから大丈夫かなみたいな感じで結構私は買ってますね。だからサイズ表を活用するのがおすすめです。ややってめっちゃ使うのが気になって仕方ない。本当にね、これは本当にね、もう申し訳ないです。もうしょうがないとも思ってます。あとはどうか見逃してくださいっていう、やっぱ口癖ってね、やっぱり誰にでもあるじゃないですか、ちょっと、そうだから口癖に関してはちょっとそっとしておいていただけると自分でも分かるんですよ。あ、私この言葉めっちゃ今日使ってるわとか編集してて思うんですけど、まあでもしょうがないですよね、口癖って出ちゃうから知らぬ間になんかシュウだって自分がおしゃれだから私もシュウだって言いようかな、勝手にお揃いがかわいい。シュウだっておしゃれですか自分おしゃれなのかな。でもなんかシュウなんて結構私的になんかローマ字にしたときちょっとバランス悪いなって感じちゃうんですよね。なんか S の大文字ってちょっとバランス悪くないですか？わかんないけど毎日ゲットリリーズミー撮ってほしいぐらいシュナタのゲットリリーズミー大好き、嬉しい。毎日か毎日出かけないからな。なんかよく休む日とか何してるのってめっちゃ聞かれるんですけど、何もしないです本当に。まあ、今このご時世っていうのもあって全然私お仕事とかでしか外出ないんですけど、本当に何もしない、家にいてもう永遠にネットフリックス見てますね最近は。あ、最近ね私すっごいハマってるドラマがあるんですよ、ネットフリックスの。みんなに本当に見てほしいやつがある。これニューヨークガールズダイアリー大胆無敵な私たちっていうドラマで、3シーズンぐらいあるんですけど、私今まだ2シーズン目なんですけど、もう本当に一気見しちゃってます。結構もうめちゃくちゃ面白い。なんか、まあ、これ話すとすぐなくなっちゃうのであれなんですけど、舞台がまあニューヨークですよ。ニューヨーク の, ファッション雑誌に勤めてる3人の女性がいるんですけど、まあ、その女性はそれぞれ個性がすごく強くて、でめちゃくちゃあと仲良しで、なんか結構アメリカってそういう映画多いじゃないですか。もうすっごい仲良しで、もう友達のためなら何でもしちゃうみたいな、なんかそういう感じのドラマなんですけど、その中でもなんかちゃんとみんながみんなそれぞれの意見があって、喧嘩しながらも
でも友達だからなんかこう手放せなくてみたいな、放っておけなくてみたいな、なんかそういう感じの物語なんですけど、めちゃくちゃ面白くて、あとすごいやる気も湧きます。本当にもうバリバリに仕事ができるキャリアウーマンたちの物語、お話なので、なんか私も頑張らなきゃって思うし、あとなんかやっぱ人の温かさというかっていうのが結構実感しますね。あ、やっぱり人脈だったりとか人間関係とか友達って本当に大切なんだなっていうのがすっごい伝わってきます。やっぱそのファッション雑誌に勤めてるので結構ね、お洋服とかもすごい見てて楽しいなって思うし、そう、もうとりあえず見てほしい、とにかくとにかく見ていただきたい、本当に面白いので。これは私結構今まで見てきたドラマの中でもトップを争うレベルでめちゃくちゃいいドラマだなって思ってます。見てみてください、ぜひ。もう永遠に見てますね、それを。最近は何もない日はブランドさんって3いるのかな、なんかつけちゃうんですよね、3。これも多分癖なのでしょうがないと思うんですけど、まあいらないですよね、多分いらないけど、なんかつけたくなっちゃうんですよねでもお店屋さんとかもつけるじゃないですか、そういう感じです、多分そういう感じです。あー、もうずっとシナさんハイトーンがいいって言ってくれてる、嬉しい可愛い。どうですか、結構ハイトーンもね、あの好評なので、今のところは割とハイトーン続けていこうと思ってます。ちなみに言うと、でも私もね、ハイトーンすごい気に入ってるので、自分でもしばらくはやっぱこれかな。いつも見てます、初めて YouTuber さんにコメントします、嬉しい。ナーズのパワーマットリップピグメントの E7-0 番とってもシャーターに似合うと思うので、ぜひ使ってみてほしいです。見てみよう、ナーズのパワーマットリップピグメント、パワーマットリップピグメントの E7-60 番、うわ、絶対かわいい、絶対かわいい、絶対かわいいもうほんとこういう色大好きだな。やっぱブラウン系ってかわいいですよね。なんでこんなかわいいだろう。2780番も気になるな。うわ、めっちゃ気になる、ちょっとスクショしとこう、買っちゃうかもしれない。このリップいいのかも。ナーズって可愛いですよね、本当に。あ、ネイルセルフですか、セルフだったら種類教えてほしいです。そう、ちょっと今ねこのライティング分かりづらいな。でしかもめっちゃハゲてきちゃってるんですけど、今季節的に私セルフネイルをしてるんですよ。そう、この前ですね、シャネルさんからギフティングでいただきました、本当にありがとうございます。そういただいてそれ使ってます。インスタでもねストーリーあげたんですけど、めっちゃ可愛くて、なんかちょっとねパール感のあるような感じのカラーなんですけど、これがね、何だったかな、ベルニロングトゥニュー、ベルニロングトゥニュートゥニュートゥニューで合ってるかな、897番のゴールデンサンドだ、897番。あれ限定色なので通販の限定かなです。お奇跡的に今ペディキュアもしてます、足もしてます。今奇跡ですよ、ほんと。私ネイルマジで1年ぐらいやってなかった気がするもんな、それは思ったかなでも本当にそのレベルでめっちゃ久しぶりにネイルしました。でもやっぱりシャネルのネイル使ってみて思ったのは、すっごい乾きが早いのでやっぱいいなって思いましたね。なんかオフサイズフリーでできるんですよ、ネイルが。ほんとマニキュアってめちゃくちゃストレス溜まるじゃないですか、イライラするの私だけだから、なんかすっごいストレス溜まるんですよ。なんかはみ出るのもそうなんですけど、まあ、はみ出るのはね自分のせいなんでしょうがないんですが、お安いマニキュアもちろんすごいいいんですけど、やっぱり乾くのが遅くてこうパッてね、もう思いがけぬところにパッてついちゃったりするじゃないですか。でぐちゃってなって、うわ最悪だよみたいな、せっかく上手に塗れたのにみたいなことが多いんですけど、やっぱこのシャネルのやつは本当にもうマジで秒で乾いたのですごい気に入ってて、なんか追加で他の色も買ってみようかなって今ちょうど思ってます。そうそう、あ、でそう、なんか前私インスタのストーリーズでネイルをね最近してなくって、全然行ってないんですよ、ジェルネイル。前まではすごい行ってたんですけど最近ずっと行ってなくって、
って爪短くないとダメになっちゃったからっていう風に書いたんですよね、ストーリーで。そしたら何名かの方から、なんでダメになったんですかみたいなことを質問いただいたんですけど、誰かからとか何かから絶対短くしてないとダメだから長くしないでねって言われてるわけじゃなくて、自分が短くないとダメな人になっちゃったんですよ。そう、なんかパソコンとかしてる人は多分共感してくれるかもしれないんですけど、爪長いとめちゃめちゃ打ちづらいんですよ、キーボードが。で、爪を一回短くしてキーボード触っちゃうともう終わりです。本当に短くないともうなんかこう邪魔だなってなっちゃうので、最近はもう本当深爪ぐらいまでいつも短くしてます。伸びてきたら自分で爪切ってってやってるので、そうだからジェルネイルでね全然いけないんですよ。あ、さっきのナースのリップ違う方からもおすすめしてもらってる。やっぱそんな可愛いんだ。めっちゃ気になってきちゃった、どうしよう。めっちゃ気になってきちゃった。あ、ケイトから出てるリップモンスターってのダークフィグってやつもシャナタン好きそう。今かなり人気みたいだからドラッグスターどこにもない。そう、私もちょっとタイムリーで今日見てたんですよ。それリップモンスターめちゃくちゃ今話題じゃないですか。そう、私もね、いろんな方が使ってるの見てて、 SNS とかに見ててめっちゃ気になると思って調べたんですけど、 もちろん通販は全部なくて、近くのドラッグストアも行ったんですけどそこも全部なくて、ちょっと気になってるんですよね。なんか色持ちがめっちゃいいみたいな噂を聞くんですけど、どうですか、見つかってる方いるかな。本当手に入らないから使えてなくて、でも私もそれ気になってます。気づいたら1時間入ってた私。それはこんなに汗かくわ。なんかもう汗かいてそれ通り越してちょっと今汗冷えてきましたもん。冷えてきた。はい、ということでそろそろ上がろうかなと思います。コメントもちょうど今、見終えました。全部本当に皆さんいつもありがとうございます。ちょっと今回結構コメントを貯めてしまっていて、私なかなかこう見る時間が取れずっていう感じで、1ヶ月前ぐらいからちょっと貯めてしまってたんですが、今バッと見ていいねとか返信とかもちょこちょこしていきました。いやー素敵な時間ですね。私もともとシャワー派で全然湯船とか使わない人間だったんですけど、なんか最近ね湯船もしっかり使うようになって、まあ、ダイエット目的も兼ねながら汗もしっかりかけるしなっていうので最近よく使ってます。ということでそろそろ上がりたいと思います。本当に皆さんたくさんいつもコメントありがとうございます。もうしっかり全部ね見てるので、ちょっといいねしか返せない時とか、いいねすら返せない時もあるかもしれないですが、ちゃんとしっかり見てますので、本当に感謝しかないです。ありがとうございます。はい、ということでちょっとなんか今回はすごくゆるゆるな動画だったんですけど、たまにはこういったゆるめの動画とかもそういうのもいいなと思い始めてて、またなんかゆるい動画多分上がると思うんですが、何かしながらとかメイクしながらとかちょっと寝る前にラジオ感覚でとかいう感じで見ていただけたりしたら嬉しいです。はい、ということで皆さんお付き合いありがとうございました。私は今から体洗って、髪の毛洗って、洗顔して、いろいろお風呂上がりのケアをいろいろして寝たいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンとぜひ使ってみてください。では、バイバーイ。